皆様こんにちは。モーセ姫と申します。本日もどうぞよろしくお願いいたします。初めて見ていただく方、初めまして、どうぞよろしくお願いいたします。そしていつも見ていただいている皆様、ありがとうございます。チャンネル登録、高評価、優しいコメント等を励みになっております。はい、ここで英語でもご挨拶させてください。Hi guys, I'm Princess Mose here. How's going on? This channel is sent with English, Chinese and Filipino subtitles. I look forward to your channel registration, like button and comment. はい、今日なんですけれども、魚座の6月の流れ、3択で見ていきます。早いですね、6月。はい、魚座さんのね、6月の流れなんですけれども、コミュニケーションのところ、コミュニケーションのところに金星、恋愛の星が入っていますので、あの人とのコミュニケーション運、そして出会い運、そういうものが活発になってくるような感じです。そして大幸運の星木星が魚座さんからすると2番目の部屋、金運の部屋に入っているので、金運はとても恵まれた時になっているようです。はい、じゃあ今日なんですけれども、3択で見ていきます。一番左の方、1番、真ん中の方、2番、一番右の方、3番となっております。はい、それでは本日もどうぞよろしくお願いいたします。はい、じゃあ魚座さん1番の方、先ほどのカードから開いていきたいと思います。はい、出たカード、フォーギブネス。さあ、こちらのカードが出ています。まあ直訳するとね、まあこれは許すっていう意味になるんですけれども、なんかここにね、滝があって、たくさんのお水があって、なんかあなた自身がこうピカってこう光ってるようなね、そんなイメージがあるので、とてもこう浄化、なんかこうあなたの心とか体がとてもとても綺麗に穏やかになっていて、向こうに明るい光が見える。なんか無理に例えば何かを許すとか、例えばあの人を許すとかではなく、こう本当に自然にそういう流れになっていけるのかなっていうふうにまずは感じました。それではルノルマンカードで見ていきたいと思います。魚座さん1番の流れです。じゃあまずカードが1枚ね、選んでいきます。はい、じゃあ見ていきましょう。蛇です。なるほど、蛇が出て、さあじゃあ見ていきますね。星、素敵なカードですよ。クマ、道、家、リング、太陽。すごいですね、星と太陽が出ています。あの人のカード。はい、そしてワンちゃんが出ています。はい、なるほど。
はい、じゃあまずはこちらね、ルノルマンカードで流れを見ていきます。そうね、まずね、過去のカードがなんかこうとても幸せそうだったんですよね。なんかこう結婚が目前だったりとか、一緒に住んでいたりとか、なんかこうお互いの家デートというかね、そういう感じでとても幸せな状態だったのかな。ただこれがね、今の今、もしかしたらあの人に異性の影があったりとか、そういう感じがもしかしたらあるのかな。これがね、こうあの人のカードが出てなかったら、まあちょっとね、会社でのお局さんとか、ちょっとお母様との関係とかね、そういうふうにも見えるんだけど、あの人のカードと、あとフォーギブネスが出てるから、何か、こうあの人が少し怪しいなとか思う出来事がもしかしたら直近の今とかね、あったのかもしれない。これはですね、あの人が行くんじゃなくて、あの人に来るっていう時もあるからですね。なんかあの人に非がない時がある。ただ、こう今もしかしたらアプローチを受けているとか、このお相手様が何か気になる人がいるとか、なんかね、そういう感じが今の今なのかもしれないです。そしてね、まあ、今月の流れっていうのを見てると、2人がね、きちんとこう仲直りができるとか、なんか再び約束ができるとか、将来の話ができるとか、そういうことを言ってるような気がするんですよね。なので、まあ、またこれがね、ここにつながるのかなっていう感じで、こうあなた自身が、まあ、あなた自身の心を浄化したりとか、なんかこうね、嫌だなって思うことを本当にこう心から忘れるとか、あの人のことを信じるとか、そういうことによってあの人との関係がこうきちんとした未来、なんか信頼できるって出てるんですよね、あの人のことを。確かにあなたはあの人のことを異性として好きかもしれない。でもそれだけじゃなくって、人間として大切な人だなみたいな、そういうことをこう思い出してくるというか、なんかそこの部分を大切にしていくのかなっていうふうにまず私は感じました。じゃあそれでは今からね、タロットでこちらシャッフルしてるんですけれども、よいしょ、はい、じゃあ今度はね、タロットで見ていきます。まず全体の流れ、1番の魚座さん、全体の流れ素晴らしい、カップの2が出ました。なんかね、いろんなことがあったとしても、やっぱりあなたとあの人っていうのは同じぐらい思い合ってるよとか、たくさんの愛情があるよとか、あなたは愛されていますよっていうことを、なんかすごくカードは言ってますね。もしこうあなたが新しい出会いとかを求めるのであれば、過去のトラウマとかそういうものをなんかこう浄化してから素晴らしい人に出会うみたいなね、そういう感じもしました。じゃあ次がね、あなたの恋愛運です。はい、あなたの恋愛運、ソードの6です。このカードは旅行とか旅に出るっていうイメージもあるんですけれども、ここに道っていうカードがね、出てるんですけど、これってこう道を決めていくとか、
なんか道を定めるっていう意味があって、この相当の6も決断するとか行く方向を決めるっていうことなんですね。なので、あの人とのこと、やっぱりこう決めていく、これはおそらく頑張っていくっていう方向になるのかなって思いました。今月は決めて、それに向かって行動する。そして、あの人との関係は修復していく。そういうふうに見えています。はい、じゃあ次、仕事のことです。仕事のことは、自営業、アルバイト、パートの方と、あと会社員の方、カードを分けて見てみます。まず、自営業の方。はい、ワンドのキング、出てます。あ、とてもいいですね。今月の魚座1番さんなんですけれども、とても仕事にやりがいがあったり、情熱があったり、こういうことをやっていきたいとか、そういうあなたのモチベーションがものすごく高いみたいです。パートやアルバイトの方も、何か責任者として任せられたりとか、リーダー的な役割になっていく、そういう感じがしています。やりたいことを積極的にする、形にする、それはおすすめです。はい、次、会社員の方見ていきます。会社員の方、はい、フールが出ています。これもね、新しい始まりというイメージもあるんですけれども、なんかこう、楽しんでやっていく、ワクワクする気持ちを大切にする、なんかもしかしたらやや個性的って思われたりすることがあるかもしれない。でも、それもあなただよみたいな、なんかあなたのそういうアイデア力とか、あなたのこう不思議な感じ、少しこう天然ボケ的なね、キャラがもしかしたらあるかもしれないけれども、そういう雰囲気が周りを和ませてくれたりする。あなたはあなたの個性を大切にして、そういうメッセージが降りてきています。はい、次は金運です。おお、はい、節制が出ています。はい、これね、浄化のカードなんですよね。一緒だなぁ。こう、今月のあなたっていうのは、もしかしたら、こう、お金を使うことで、ストレスを解消する部分っていうのもあるかもしれないし、なんかいろいろな、例えば浄化グッズとか、こう、あなた自身が穏やかになれる、何かっていうの、こう、お風呂グッズとかね、そういうのをいろいろ買ったりするのかもしれません。でも、このあなたの心とか体をこう浄化するため、きれいにするため、穏やかにするためのお買い物はとてもいいと思います。全然ね、ネガティブなカードは出てないので、なんかこう思い切ったものを買うのもいいかもしれません。はい、次はね、赤ちゃんのことです。はい、コインの7が出ています。赤ちゃんを望んでいらっしゃる方、今一度原点に、今月は帰ってみましょうかっていうカードが出てるんですね。例えば、ご主人様と、これからのこと、一人、二人、三人、なんかこう、なんで赤ちゃんを欲しいのかとか、こう、どういうふうに育てていきたいのかとか、こう、そういうことを原点に立ち返って考える。あなたの人生を再びプランニングしてみる。それもいいのかもしれないっていうふうに出ています。決して悪いって言ってるわけではなく、原点に立ち返ること、
なんかそれもね、私はこの浄化につながるような気がするんですよね。あなたの心とか体とかデトックスとかをしながら原点に帰って始める、それも良さそうな気がします。はい、次はあなたへのアドバイスです。おお、タワーが出た。わあ、すごいですね。タワーってもちろんね、いろんな意味があるんですけれども、なんかこう全部崩してから、それからの再生っていう感じ。崩す、あなたの心の中にあるモヤモヤとかイライラとか不安とか、そういうものを全部外に出す、言葉に出す、ノートに書き出す、それをね、破って捨てる、そういうあなたの内面の辛いこと、そういうものを全部出してから、あなたの心を穏やかにしていく。そうすると全部がね、すごくこう静のループみたいな形で回っていくのかなっていう感じです。壊すことを恐れないでください。あなたの内面を出して、そこからあなたの浄化、許し、そういうものが始まっていくのかなって感じがしています。はい、これが一番の魚座さんへのメッセージです。よかったら参考にしてみてください。はい、じゃあ魚座2番の方見ていきます。先ほどのカードから開いていきます。アニマルス。あなたの周りっていうか、こう本当にすぐ横にあなたをこう見守ってくれている存在の動物だったり、守護天使様だったり、ご先祖様だったりっていう、なんかすごくあなたの応援をしてくれていて、あなたの心の優しさに引き寄せられている人たちがいっぱいいるような気がしています。こう、あなた自身とてもこう癒しのパワーを持っているというか、こうそういうヒーリングのエネルギーとか、まあ、それこそ本当にスペシャルな才能で動物とお話ができるとかね、そういう人もね、いるかもしれません。なんかとてもこう高次元の方というか、なんか今月のあなたっていうのは目に見えるものだけでなく、なんか見えないものもすごくこう応援してくれている、そういう柔らかいイメージが出てきました。じゃあこちらルノルマンカードであなたの6月、魚座さんの6月の流れ見ていきたいと思います。はい、じゃあ1枚引いていきます。はい、じゃあ、おお、出たカード。蛇。よーく今日蛇が出るな。動物といえば動物ですよね、蛇もね。はい、引いていきます。月です。とても勘が鋭そうな気がする。複雑な恋愛中なのかな。花束。もライダー、リング、木、
はい、お待たせしました。2番の方なんですけれども、こうとても素敵な出会いがあったっていうふうに出ているんですね。なので、まあ出会った人、お付き合いが始まった人、なんかとてもこう幸せそうなあなたの過去っていうのが見えるんですよ。でも今っていうと、もしかしたらこう、まあそうですね、複雑な恋愛とか、例えばあの人にパートナーがいたとか、奥さんがいたとか、もしくはあなたになんかこうね、どなたかがいるっていう感じで、今こうなんて言うんでしょう、そういう部分でね、挟まれて辛い思いをしてる感じがあるのかなって気がするんですね。うん、でこのね、6月の流れっていうのを見てると、こうあなたのね、今の恋愛がこう今の状態で続いていくって出ています。これが私決して悪いこととは思わないんだけど、あなたのね、こう不安とかモヤモヤっていうのが今月はね、なかなかちょっと取れにくいかもしれない。あなたがなんか悩んじゃったりとか、このままでいいのかなっていうことを思っちゃう部分もあるのかな。そういうね、こう先行きがこう見えない不安っていうのが6月もしかしたらあるかもしれない。ただまあ、ここのカードを見てると、月と木っていうカードが出てるんですよね。なのであなたのこう今の恋愛、これはね、こう幸せな、やっぱりこうロマンチックな関係で続いていく、こう末長く続いていくよっていうふうには出てるんですよね。なのでこう私がね、今見る限りは、こう最初の方はこうとても楽しいとか幸せっていう風に出ていたんですけれども、今なんかそれから少し幸せなんだけど苦しいっていう、そういう状態に今こう入ってきてるのかなっていう、そういうことが見えました。でもその離れるとか別れるとかじゃないんですよね。続いていく、あの人とのこの関係は続いていくし、なんかもしかしたら長く続くような関係なのかなっていうふうにも思いました。このね、こうモヤモヤがなんか取れたらね、悩みが晴れたら一番いいのかなって思うんですけど、ここにアニマルですよね。そしてここにヘビっていうカードが出てるので、あなたのこの考え方かな。なんかヘビもなんか私の大切な仲間だみたいな形でこう思えたりすることによって、ここの気持ちが変わって、もう少しこう元気な幸せそうなカードになっていく可能性もあるのかもしれないということで、ちょっとね、タロットでも見ていきます。はい、じゃあまずはあなたの全体運です。はい、全体運がコインのクイーンが出ています。これはですね、マイペースでコツコツと着実に進むことができるっていうカードなんですよね。お仕事、プライベートっていうのも自分のペースを大切にしながら進むこと、それができる、それをやっていくといいよっていうのがまず今月のカード。はい、じゃあ次はね、恋愛運です。
はい、次、恋愛運。はい、またここもね、コインのカードです。コインのナイト。うん、恋愛運。やっぱりね、ここにね、まあ、山、木っていうカードが出ているんですけれども、タイプで言ったらこれって、地のカードなんですね。アースのカードなんです。ペンタクルスのカードで、やっぱり、少しずつ、なかなか進んでないように見えるかもしれない。でも、お相手様もあなたのことを大切に思ってくれていて、で、やや不器用な部分があったりするかもしれないんだけど、真面目さ、あなたのことを思う気持ちっていうのはすごくしっかり出ている。なかなかお互いに愛情表現をしにくかったりするのが苦手だったりするかもしれないんだけれども、とても安定した付き合い、それは出てるような気がします。大きく大前進ではないかもしれないです。山、雲も出ているので。でもそれでも進んでないわけではない。きちんと一歩一歩進んでいますよっていうことが出ています。新しい出会いを求めている方、こうお相手様、案外こう大企業とかですね、そういうこう大きい企業で安定した職がある方、とても真面目、お話とかはあんまり上手じゃないかもしれないんだけれども、もう本当に誠実さ、それはある方というふうに出ています。はい、次、仕事のことです。仕事はアルバイト、パート、自営業の方と会社員の方、別々に見ていきます。アルバイト、パート、会社員の方、はい、こちらね、ソードの9が出ました。あ、今月はね、少し悩んでしまうことがあるのかな。いろいろ壁にぶつかってしまったり、このやり方でいいのかなとか、なんか夜中パッとこう目が覚めて、なんかいろいろ気になってしまったりとか、そういうことが出てくるかもしれません。あの、悩みすぎずに、こうなんか噂のね、あなたにそんな悩みすぎないでって言っても、これが難しいことっていうのは分かっているんです。どうしてもあのマイナスに引っ張られると、そこばっかりをねフォーカスして考えちゃう部分がある。でもですね、こう少しでもこう仕事の時とプライベートの時、こうオンとオフを切り替えるとか、とにかく眠る時はしっかり眠るとか、そういう切り替えを大切にしていくことをおすすめします。はい、会社員の方です。会社員の方、はい、カップの8ですね。少しやっぱり寂しさがあるのかな。こうなんとなくネガティブに考えてしまったり、うん、こう毎日のルーティーンが少し物足りなく感じてしまったり、刺激がなかったりっていうことがあるかもしれません。今月っていうのは、こうあなた自身のですね、こう整理整頓とかお食事とかも含めてなんですけれども、自分自身にこういっぱい尽くしてあげるようにしてください。そうするとお仕事の流れもこう少し楽になるというか、変わっていく、気分転換ができていくかなっていう感じがしました。はい、次、金運です。あなたの金運、はい、ここに正義のカードが出ています。うん、今月の金運は、うん、この正義っていうのは金星表すんですよね。金星っていうのはズバリ金運を表しますので、今月の2番の魚座のあなたは金運とてもいいです。収支のバランスが取れていて、とてもプラスの方向に
向かいそうです。はい、そして赤ちゃんのことです。はい、赤ちゃんのこと、お、すごいですね。皇帝のカードが出ています。今、まあ、大幸運の星が木星ね、お羊座にあるんですよ。で、お羊座のカードが赤ちゃんのところに出ていますので、まあ、もしかしたら今月の6月もそうなんですけれども、お羊座さんに木星がある期間、あなたの赤ちゃん運っていうのはすごくいいかもしれません。なんか元気な男の子とかですね、あとはお羊座の子とか月がお羊座の可能性もあるかもしれません。うん、いいです。とてもね、いいカードが出ました。最後にあなたへのアドバイスです。はい、ワンドの4です。これは、まあ、調和とか平和とか家庭的な幸せとかね、そういうふうに出ているんですね。で、今月こう全体的にこう見ていくと、ゆっくり進むこと、マイペースに進むこと、今目の前にある幸せを見逃さないでっていうメッセージのような気がします。もしかしたらあなたから見るとこう些細なこと、小さな幸せって思うかもしれないけど、この小さな幸せに目を向けた時にきっといろいろなことが、あ、本当だ、ゆっくりなんだけど着実に進んでいってるっていうことが分かってくるのかなって感じです。そしてあなたのことを応援してくれてる人はたくさんいます。恋愛ではやや物事がゆっくり進むような形かもしれないけど、後退するとは出てないんですね。ここで仕事運がね、少し辛いかなって気はするんだけれども、とにかくオンとオフの切り替え、そして職場での断捨離、そういうものもやっていくのもいいような気がします。はい、これが2番の魚座への3へのメッセージです。真面目にコツコツとしていけば必ず結果はついてくると思います。よかったら参考にしてみてください。はい、じゃあ3番の魚座の方見ていきます。先ほどのカードから開いていきます。はい、はい、出たカードが2枚です。ヒーリングのカードと何かが生まれる、生み出す力がある、はい、このカードです。あなた自身のこう気持ちと、あとこのね、喉、この第5チャクラですね、ここの喉のチャクラのところに光が当たってるんですね。あなたの言葉が人を癒したり、あとこうあなたが言葉を伝えるとか思っていることを外に出すことで、あなた自身のいわゆるこう癒しになっていくのかなっていうイメージもありますし、まあここにね、こうお腹のところに光が当たってるようにも見えますので、まあ、何かあなたのアイデア性とかそういうものを世に送り出すことがあるかもしれませんし、もしかしたら人によっては赤ちゃん、そういう可能性もあるかもしれません。はい、じゃあ次はルノルマンカードで
見ていきたいと思います。1枚引いていきます。はい、まず出たカードが、はい、こちらはねタワーです。うん、タワー、これはルノルマンなのでタロットとはね全然意味が違います。はい、そしてこちらクローバー、幸運の象徴ですね。ハート、これは木です。手紙、庭、山、怒り、船。はい、まずねこういうカードが出ました。はい、まあ、こちらがね、まあ、過去のカードとして今見てるんですけれども、はい、まずこちらのカードからね、あなたの過去ということで今見てるんですけれども、こうしばらく連絡が取れていなかったり、なんかこう待ってる連絡がなかなか来なかったりとか、少し音信不通になっていたりとか、そういうことがこのね直近の過去でもしかしたらあったのかなって感じなんですね。うん、でももし例えばね連絡が少し途絶えていたとしても、あなたとあの人のご縁っていうのはしっかりとつながってるよって出てます。そして今月の流れを見ているとですね、こう恋が止まってた恋がきちんと絆が強くなっていく、恋がしっかりと結びついていく、そういうふうに出てるので、こう一番辛いところはここはね通り越したのかなっていう、そういう感じがねしています。そしてよいしょ、まあ木と庭と船っていうカードも出ているので、こうあなたとお相手様のいわゆるこう交友関係、なんかそこがねすごくこう近いところで交わっていくっていう感じなんですよね。だからね私はあなたの今月、特に今なんかね言ってるのがこの恋愛のことを特に言ってるのかなとか、あと新しい出会いがあるっていうことも出ていますので、今まで出会ったことがないタイプの方、あとは今月旅行に行く人とか、もしかしたらあの人と旅行に行く人もいるかもしれないし、まあ実際に旅を楽しむ人っていうのもあるかもしれないし、なんかこう今月はすごくスケールが大きな1ヶ月になっていくのかなっていうふうに感じることができました。
じゃあそれではタロットで、はい、こちらシャッフルしてるんですけれども、はい、じゃあ見ていきます。まず魚座の方、3番の方の今月の全体運です。はい、全体運むちゃくちゃすごいですね。コインの10が出てます。なんとリッチなカードなんでしょうか。なんかこうカードで言ったらね、大富豪とか、なんかこう形あるものを受け取るとか、大きなプレゼント、仕事、お金、愛情を、なんかそういうものを生み出すとかね、こう受け取る時ですよとか、まあ遺産、宝くじ、そういうものも出ています。すごいですね。はい、すごいです。はい、そして次はあなたの恋愛運です。はい、恋愛運いいですね。鳳凰が出ています。こちら鳳凰のカードっていうのはお牛座を表すんです。で、お牛座の金星を表すんですね。で、この6月の星回りを見るとお牛座に金星がいるんですよ。うん、今月、あ、6月の23日に移動するんですけど、なので6月の22日まではあなたの恋愛運が、いわゆる紹介話とかあの人との関係性がやっぱりこうしっかりと固まっていく。このね、タワーもそうですよね。こう地に足をつける怒りもそうなんだけど、やっぱりあの人との関係がぎゅーって絆が強くなっていく、そういうふうに出ています。もしあなたが出会いを求めている方であれば、お牛座の人とか、月がお牛座とか、あとはあなたの年齢にもよるんだけれども、年上の人、そういう穏やかな人にご縁があるかもしれません。はい、そして次は仕事の流れです。仕事の流れ、自営業、アルバイト、パートの方と会社員の方、分けて見ていきます。はい、まずアルバイト、パート、自営業の方、ソードの参加、なんかこうあなたがですね、ちょっとこう悔しい涙を流してしまったりとか、悔しい思いをしたり、心がね少し切ない思いをするようなことがあるかもしれません。まあ心ない言葉を言われたりとかね、そういう可能性があるのかな。そうね、ちょっと待ってくださいね。ソードの参加、なんかこう過去のトラウマっていう意味もあるんだけれども、今月は少し人間関係とか対お客さんとか、そういう人との接点の中であなたが傷つくことがもしかしたらあるかもしれないです。じゃあ次は会社員の方見ていきます。会社員の方、ワンドの4が出ています。調和、平和、なんかこう幸せっていう感じなんですよね。なので、まあ会社員の方はこう周りの皆様とのチーム関係、チームの流れが良かったりとか、会社の居心地が良かったりとか、いろいろな協力体制、そういうものができてるのかなっていう感じで、穏やかな1ヶ月を過ごせるかもしれません。あ、先ほどの自営業の方、アルバイト、パートの方なんですけれども、6月の特にね、第3週、
だけは少し気をつけといてください。それ以外はね、今のところね、そんなに大きなトラブルっていうのは出てなかったんだけど、第3週目だけ気をつけといてくださいっていうのが出ていました。はい、次はあなたの金運です。金運、マジシャン、いいですね。なんかこう、なんかね、どんなミラクルがくる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 ってこう来るような感じでね。錬金術みたいな感じですね。はい、今月はですね、なんか仕事とか副業とかもね、そうかもしれないんですけれども、なんかうまくいったりとか、思ったよりもなんか収入とかそういうものが得れるって出てます。確かにね、ここでコインの10も出ていますし、そして恋愛のところでも鳳凰っていうカードが出ているので、何かプレゼントとかなんかこうそういう嬉しいことはあるんじゃないかなっていう感じです。はい、今月の赤ちゃんのこと、ソードの7が出ています。今月あなたが少し忙しいのかな、なんかこう問題の部分から今目をそらしたいっていう感じが見えてるんですね。もしかしたらこう治療がね、辛かったりとかそういうのがあるかもしれない。でも私こうそういう時もあっていいと思うんですよね。常に 100% の力で頑張る必要はないかと思ってるので、今月は休憩したいなとか、それはそれで私はありだと思うので、なんか思い切って休む時は休む、そしてまた頑張る時は頑張るっていう、そのメリハリもいいのかなっていうふうに思っています。まあ、特にね、会社員の方はまだあれなんですけれども、パートアルバイト自営業の方はちょっとこちらでね、こう気持ちをこう持っていかれるような気がするので、上手にね気分転換ができたらいいなっていうふうに思っています。はい、そして最後にアドバイスです。はい、ここもソードの5が出ましたね。今回ね、ソードの3、ソードの5、ソードの7っていうカードが出たんだけれども、ですね、なんかこうあなたがですね、私はこのトータルで今回カードを見ると、なんかこうもっともっとなんかこう自分中心になっていいよって感じがするんですよね。なんかいつも人のため、周りの人のためっていうことで自分をこう犠牲にしているように見えるので、なのでもっともっとこう言葉がね少し難しいんですけれども、こうもっと自分本位にもう少しこうずるくなってもいいんだよみたいな、そんな感じがします。で、あなたっていうのはこれだけ心が綺麗な方だったり、人に尽くすのが好きっていう風に出ているので、もっともっとこう自分中心に自分軸で考えていいんだよっていうことを思いました。トータルで見たらね、すっごくいいんです。ただ仕事面、特に自営業、アルバイト、パートの方の6月の第3週だけ、ここだけは気をつけてねっていうことと、もっと自分本位に考えて進んでいいんだよっていうこと、それを3番の魚座さんにお伝えしたいです。はい、これが3番の方へのメッセージとなります。よかったら参考にしてみてください。